ジャンバラ時代劇のヒーローの代表格といえば、嵐寛寿郎の鞍馬天狗を想起する人が多いのではないだろうか。アラカンのそのデビュー作からして、鞍馬天狗異聞、覚醒獅子であった。それはすでに生まれながらにして、運命的に鞍馬天狗を演じるために、この世に生を受けたようなものだった。鞍馬天狗の原作は、ご存知おさらぎ二郎であり、大正13年からの連載時代小説も、以来、大衆の支持を受け、長きにわたり、長短46話のシリーズとして愛され続けた。今回は、戦前戦後の鞍馬天狗を演じた歴代の俳優陣について話してみたい。連載が開始された翌年に早くも無声映画で尾上松之助の主演で作られた。尾上松之助は映画黎明期の中で、常にトップバッターを飾る先駆者的な存在であり、それは以前動画で水戸黄門シリーズで触れた時も最初の黄門役を演じた。映画の歴史を紐解く時、そこには必ず松之助の名を耳にした。そこで次に登場するのが、昭和2年に牧野で作られた嵐寛寿郎主演、鞍馬天狗異聞覚醒獅子であった。今更語るまでもないが、鞍馬天狗といえば、その熱狂的ブームをもたらしたご意見番が、アラカンであり、未だにその王座を他に譲らないほどの人気ぶりだ。戦前戦後を含め、アラカン以外に、鞍馬天狗を演じた俳優陣が霞んでしまうのも無理はない。続いて、低キネで市川桃之助が歌舞伎界から招かれ、鞍馬天狗を演じ、アラカンの後だけにパッとしなかった。同じく、坂東幸太郎にしろ、芝久愛介、榎本健一を含めて言えることであった。芝は、疾風鞍馬天狗、一本のみで終わった5人目の天狗役者であった。他には時代劇より現代劇が主流であるサブリシンにして、それは違う気がした。その中でも唯一、アラカンに対抗できうる俳優が、大都の杉山翔作の鞍馬天狗シリーズくらいであったが、天下のアラカン時代劇には、やはりシリーズも回を重ねるにつれ、その違いの異形さにはかなわなかった。それはチャンバラの立ち回りからして、他の追随を許さないくらいの凄みがあり、アラカンならではのものであった。こうして戦前の天狗役者を見てきたわけだが、主演の本数や実力からして、ダントツにアラカンと他の天狗役者たちの違いがお分かりになったと思う。戦前の鞍馬天狗を制したのは、他ならぬアラカンの鞍馬天狗であった。嵐寛寿郎の鞍馬天狗は戦前戦後、前後編含め38本が作られた。戦後は1950年から1956年、昭和25年から31年の間、大映、日活を除き、各社14本制作された。しかし、原作者であるおさらぎ二郎からクレームがあり、作者の意図に反したなどの理由で、疾風鞍馬天狗以降、アラカンの当たり役、鞍馬天狗は二度と作られることはなかった。そのことに関して、どのような心境だったのであろうか。大衆のヒーロー、鞍馬天狗とは嵐寛寿郎で始まり、嵐寛寿郎で終わったとも言えた。そこで戦後の鞍馬天狗を演じたアラカン以外の俳優陣について取り上げてみよう。まずはアラカンが原作者と揉めて外される間、東宝で小堀昭夫による鞍馬天狗が、青柳信夫、杉江敏夫監督により作られていた。小堀が天狗役者として起用されたのも、半ば東宝の苦肉の策といった感があった。そこを前後して、新国劇出身の島田翔吾が野村義太郎監督による、鞍馬天狗青面夜叉に主演。また、東映では東千代之助で4作品が1956年から59年の間に作られた。そこからさらに6年後には、大映で市川雷蔵により、新鞍馬天狗、五条坂の決闘、おきに、鞍馬天狗は立ち消えとなり、それ以後、映画からテレビ時代劇へと移り、中村武や高橋英樹、竹脇無我、草刈正夫、中井貴一、目黒祐樹といったベテラン、若手入り乱れての登場となった。